すめらぎやさか、皆さんこんにちは、ようこです。お元気でしょうか？やっと結構喋れるようになりました。前回のビデオで結構涙ぐんでいるというか、こう苦しそうな顔をしていたと思うんですが、あれは別に感極まっているわけではなくって、咳がずっと出るんで一生懸命抑え込んでいた、ただそれだけの話でした。失礼いたしました。でですね、ちょっと照明の当たり具合が怖かったら申し訳ないんですがね、照明器具買わないといけないんです。でもカメラは新しく実はしたんですよ、最近。じゃじゃーん、皆さんに見せてあげよう。ほら、こんな感じです、今私が見ている風景で、明日ですね、こちらのカメラを皆さんをお連れして、なんと台湾に行ってまいります。何をしに行くかと言いますと、李登輝先生にお会いできるそうですので、非常に楽しみではありますが、勉強ができていないので本当に失礼にならないように、そして本当ね、本当は勉強できていたら本当にいろんな感謝の言葉とか言えるんでしょうが、私本当に台湾についてはまだまだ本当に何も勉強できていない状態なんです。なので本当はね、この状態で行くのはよろしくないんですけれども、ただまあやはり人の縁というのは巡り合わせですし、もう行ける時に行っていこうということで、そして台湾の映像とかをですね、この新しく買ったカメラで収めてくれば、皆さんとその私の初体験をこうね、シェアできるのでいいかなというふうに思ってます。すいません、ちょっとね、病み上がりでテンションが上がりきれてないので、つまらなかったらすいません、この動画で。まあ勉強できてないと言いましたがいろいろね、本はこれとかこれとか、なんかいろいろお借りしてたんですよ、お知り合いにね。もっといっぱいあるんですけどね、この小林よしのりにもあるけど読めなかった、すみません。本当にね、体調無理しちゃいけないなって改めて思いました。体は資本。風邪ひいたりして寝込んだりして、なんかちょっとだけ元気に寝た時っていうのはやっぱり読書に向いている。まあ本読まなかったんですけど、こっちの本は読みました。じゃらん、迷わない、桜井よしこさんの本ですね。やっぱこういう本格的なお話になると、どうしても頭使っちゃって熱が上がったりするので、優しい本を読みました。桜井よしこさんというとね、どうしてもこう難しいイメージがある方々がいらっしゃるかもしれませんが、こちらの本は優しい。何が書いてあるかっていうと、ここにも書いてありますが、よしこ流生きるヒントが書いてあります。で本当にね、桜井よしこさんってやっぱディベートとかではカチッとね、もうなんか相手にしたらもう化石にみんななっちゃうような感じですけど、本は本当に愛にあふれていて、お母様の影響をすごく受けている方なんだなというのが分かる本でした。冒頭あたりにですね、まあ、仕事とかっていうのは嫌だと思った仕事でね、意外に引き出されるかもしれないから、こう襟好みしちゃいけないよっていうのが書いてあるんですよ。そうするとですね、最後の方、どこだったかな、最後の方にね、母のアドバイスがうんちゃらかんちゃら書いてあって、そこにね、嫌かどうかは実際に仕事をしてみなければわからないものよみたいな、なんかこう新しい可能性は挑戦から生まれてくるのっていうアドバイスを母親から受けたんだっていうことが書いてあって、でお母様についてのまあ介護のお話とかもいろいろいっぱい書いてあります。本当に生きるヒントでして、こういうことって飲みに行かないと聞けないんですよね。そういったことがいっぱい詰まってます。で私がためになったのは、私はね結構夜型なんですよ。犬が大好きなのになんか夜行性っていうねそういう生活なんですけど、まあ、最近はいい子にしてますよ。でもね、そこでこれ良かったですよ、この助言。もう体を大事にしなさいと、こうやってベッドの中でね横たえているんじゃなくって、まずは朝起きてシャワーを浴びるのですってね、香りの良い石鹸で体を洗い、香りの良いシャンプーで髪をツヤツヤにしましょうとか、こうやってなんかなんかあれ、自己啓発系でこう心洗われるというか、私はまあ女だからなのか何なのか分かんないですけど、もうねこれを病んでる最中に読んでいると本当に癒されてきて。もう本当に桜井さん大好きっていう、もう本当よしこちゃん大好きになる本です。なのでお読みになってない方は是非読まれてみてください。やっぱり人の生き方っていうのは本当にね、仲良くなったりとか飲みに一緒に行かない限りは聞けないものがいっぱいありますので、私こんな状態で足行っていいのかな、うん、なのでおすすめしますすいません、咳込んじゃね。こんな感じです。なんかテンションが変ですみません。ただ一言言っておきたかったんです。頑張ってきますよと。でまあ帰ってきたらまた別の旅がありそうで、どうなることやら分かりませんが、本当にこの風邪は治してみせる。そして皆さんにね、特に李登輝先生にうつさないように距離は保とうとは思います。ということでご清聴どうもありがとうございました。ちょっとね、ビデオのペースを上げたいんですよ。いっぱい投稿したいんで、レベルの低いこともいっぱいこれから発信していくと思いますが、やっぱりこう皆さんとこうなんかな、もっと頻繁にやり取りをしたいっていうのがあるのと、自分もビデオブロガーですっていうならば、もうちょっとビデオをいっぱい出さなきゃなと最近心を改めまして、これからいっぱい出すと思いますので、皆様どうぞよろしくお願いします。ということで、本当風邪には気をつけてください。すめらぎやさか。